友達がいません。誰かと仲良くなろうとはするんですけど、マウントを取られたりなど話してつまらないなどと感じて慣れてしまいます。いい人間関係を築くには人を選ぶべきだと思うんですが、いい人に出会えません。ちなみに休職1年経ちました。暇すぎて友達が欲しいです。僕の性格の問題なんでしょうか。はい。辛口でもいいのですが、僕の悪い点を教えてほしいです。つまらないなと感じて慣れてしまうっていうので、自分が面白い話をしてれば別にマウントも取られないと思うんですよね。多分ナインさん自身が面白くないんだと思うんですよ。なので面白くないから周りに友達が増えないっていう状態だと思うんですけど、でそこで人を選ぶべきだと思うのですがって書いてるんですけど、まずあなたが選ばれてないんですよ。要は、その選ぶべきだっていうのを選ばれてない人が考えてる時点でもうちょっとずれてると思うんですよね。なので、まず友達がいないという時点で人に選ばれないという状況なので、まず誰かに選ばれるような人間になるべきで、誰でもいいから友達になってくださいっていう状況になってください。要は、いろんな友達がいる中で選んだ方がいいよね。であれば、それはその10人の中から誰と付き合おうなんですけど、友達いないということは誰にも選ばれてないし、自分も選べる状況にないということなので、なので、ひとまず知り合いを増やすっていうのを一生懸命やってください。で、選ぶのはその先の話です。なので、まず選ぶ側の立場ではないというふうに思った方がいいんじゃないかなと思いますけど。